こんにちは、ソックニッターのまゆみです。今日も編み物ラジオを撮っていきたいと思います。皆さんも編み物をしたり、家事をしたりしながら聞いていただけると嬉しいです。今日編んでいるのは、こちらのレリーフ編み。梅村マルティナさんのレリーフ編みより、えっ、ー、と、縦柄の靴下。こんな靴下を編んでいます。レリーフ編みをして、今これ。 乾いたところですこれね青っていうう,ん、うんとねネイビーじゃなくて青なんですけど意外とこうほこりがつくとすごい目立つなっていうのがあってちょっと失敗したかなと思います。黒よりは見えて編みやすいし黒とかネイビーよりは編みやすいなとは思ったんですけどこの糸始末の糸とかこういうほこりとかがすごい目立っちゃって。 という感じもあります。でもこの青好きなんですよね。に、似合わないんですけどね。手が黄色いので <laughs>。で、残った気仙沼カラーのゼブラです。なんかここの巻き方が面白い状態だなと思って、ここに置いておこうと思います。こうした方がよく見えるかな。今週のごろえー、っと、 うちの黒柴二郎と五郎ケメの弟たちなのですがの様子をちょっとずつ話していこうと思います。えっ、ー、と二郎が長,長男で次男が五郎なんですがややこしいですね <laughs>。二郎はね最近穴を掘るのが大好きでで 途中からすごい興奮して、なんか、もともとなんかあるモグラの穴みたいなのをこう掘っていくんですね。で、そしたらすごい興奮して、そこの穴に向かって、ワンワンとかって怒ってるっていうか吠えてるんですね。で、いや、もしかしたらね、あれやってるかもしれませんね。王様の耳はロバの耳みたいな、私の人に言ってはいけない秘密を、わーって言って埋めてくれたりしてるかもしれません。で、 ゴロは最近それを真似して穴を掘るようになりましたが、全然穴が深くないっていうね <laughs>、ちょっと面白いですね。でね、近所のおじちゃん、あ、おばあちゃん、おじちゃん、おばあさん、え <laughs> っと、子供たちがね、すごい声をかけてくれて、この間なんかバスにあ行こうとしてるおばあさん方が、なんか家にいないと思ったら散歩してたのかー、みたいな感じで言ってて、 そんなに心配してくれるんだなと小屋のところに犬たちが子犬たちがいないとどっかにいたんじゃないかと <laughs> 心配してくれてそのおばあちゃん方は喋りながら、えー、とバス停に向かって歩いてたのかなとかえっ、ー、と今2匹で散歩の練習中なんですが散歩紐つけるとなんか歩きたがらないというかそしたら近所のおばあちゃんが前を歩いてくれてその後ろをついていくとすごく楽でで 用事もないのに途中まで付き合ってくれたりとかして。でね、あと、隣のお家のおじさんがね、犬を長く飼ってて、マタギなんですけど、でビーグル犬で、こう、猟犬みたいなのを飼ってて、で、何、スヌーピーと同じ種類なのに <laughs>、なはずなのに、すごい筋肉隆々のビーグルを飼ってて、 でなんだろう寮に行くと帰ってくると足が赤かったりとかして「ああ漁をしてきたのね」みたいなでも私が近づくとなんかキャンみたいな感じでノリがやっぱり犬だなっていうそんな犬を飼ってた隣のおじさんとかもどっちがあのうるさいんだっけとかどっちが効かない効かないっていうのは気が強いのかとか、うん、こっちが大きくなってきたなとかそんな風に声をかけて。 で散歩は1匹ずつしたらいいんじゃないとかアドバイスしてくれたりしてでこの間春休み中だったのかな子供たちがなんかうちの方を見てちょっと小高い丘からうちを見てなんか2人ね女の子がねうっとりしてるなーって思ったんですよ。そしたらえっ、ー、と次郎と次郎がお母さんとこうじゃれてたりこう一緒に寝たりこうおっぱい飲んでたりするのを。 遠くから見てたみたいで <laughs> かわいいねーみたいな感じで <laughs> すごい嬉しかったですなんか近づくと多分そっちに行っちゃうんですよねだからと思って遠くから見てたのかなと思いますあとこの間は近所の男の子がかわいいかわいい言うから抱いてみるって言ったら「うん」って言うからこう抱かせたら こう抱いてましたね足だらんとお姫様だっこの逆バージョンみたいな犬はそうなんないんですけどねすごい初う々うしくてでお母さんがああかわいい写真撮っていいみたいな感じで撮っていきましたあちっちゃい男の子もなんか一回 あの、触ってみるってお母さんが言ったら、うんって言って、手を出したら、ジロあ、ジロがペロってしたんですね。そしたら、はは <laughs> って喜んで、もう一回やってもらうって言って、一回離れてから戻ってきて、もう一回舐めてもらってました。<laughs> おかしい。こそばよかったんでしょうね。もちょこいって言います。くすぐったかったんでしょうね、きっとね。で、今日は、ジロとゴローが走ってくる様子を撮れたので、まあ一瞬なんですが、 えとどうぞご覧ください自分に向かって走ってくると思って見てみる,るととっても幸せな気持ちになると思いますどうぞいかがだったでしょうか、ね、結構ね丸っこいからねいき、うん、スピードでこう走ってくると止まらずに 勢いででロロロって転んんゃうんですよね <laughs> それもまた初々しいですね最近飲む物ものをちょっと変えてなんかこうあったかくなってきたらこう炭酸が飲みたいなーって久しぶりに思って炭酸水をまた箱買いしてみましたラベルレスのもので強炭酸のものですこんなふうになって箱に入ってきます 本当に何も書いてないからこれもう捨てなくってよくってあの何フィルムを撮ったりし,しなくてよくってすごく楽です一応賞味期限も書いてたりとかしてでなんか久しぶりにああ美味しいなと思って 届いた日に2本くらい飲んじゃったのかなこれ 500ml だから1リットルくらい飲んじゃったのかなそしたら次の日の朝の自分のまぶたがね、むくんでて、あ、やっぱり炭酸水がむくみの原因だったかと思って、どんなに美味しくても1日1本までにしようかなと思います。で、こんな風に室温で置いててもシュワってなるくらい炭酸が入ってて、うん、で、まあ冷やして飲んでも美味しいので、まあ 冷蔵庫に入れて飲んだりもしています。いつも1本入ってるかなでもむくみにはご注意です。あと注意してほしいのはピーナッツバターです。<laughs> 先週お話ししたら結構、え、自分で作ってらっしゃるっていう方もいらっしゃったし、私もハマったのよと。で、つぶの方が美味しいよって、クリームとチャンキーっていうのがあるんですけど、チャンキーあ、スーパーチャンクかななんかこう、 つぶつぶが入ってる方青い蓋の方水色の方がクリームでで青い方が美味しかったですっていうのはもう一缶食べてしまって <laughs> でもう二缶目をつぶつぶの方を注文してまたアマゾンさんもねすごい早いからまたすぐ届いてで食べてるんですがですごい食べすぎちゃったみたいで。 えー、ちょっと気持ち悪くなっちゃう。<laughs> ね、一日小さじ2杯までだそうです。だから我慢して、そこまで、なんだろう、少なく食べれるように、ここまでってこう止めれるように頑張りたいと思います。この間コメントで、 えっと、ポルトガルの作り目の仕方、編み方っていうのを、あの、教えてくださった方がいて、PQ3 っていう、えっとね、見たことある方はいらっしゃるんじゃないかな、あのね、うん、フードがついてるセーターとか、なんか忍者になれるみたいなのとか、えっと、もう編み方が簡単で、こう、太い、すごい、あ、鉄麦もしてる、鉄麦糸も、こう、作ってらっしゃる方で、かっ 濃いセーターを編まれる方なんですよ。PQ さん。あとで概要欄の方に貼っておきますね。えっと、大文字です。で、ポルトガルの編み方みたいな風に検索するといいと思うんですけど、まあ、概要欄に貼っとくんですけどね。この糸玉をこう頭にこう通してこう置いて、中指で持ってこっちでこうして、で、フリッキング、こ,こうか。 こうしてこう編むみたいなあ裏編みの時にすればよかったのかななんかこういう風にしてやっててまあ私はなだろう新しい技に <laughs> 適応するのが遅いのでちょっと不慣れではありますがそういう方法もあるんだと思ってしかもね裏編あ裏編みあ表編みもすっごい早かったし裏編みも早かったですだからいいなって思いましたポルトガル式で編まれてる方とかいたら。 ぜひコメントくださいでそれやってみてこうできるようになったよという方とかなんか衝撃を受ける方がたくさんいるんじゃないかなと思います。でこの間インスタグラムで手染め作家の方からちょっとコメントをいただいて「えー、とどんなソックヤンを編んでみたいですか?」みたいな聞かれたので。 えと思いっきりいろいろ言ってしまったのですが皆さんの理想の手染め糸ってどんなもののですかどんなのがあったらう一期一会だからその時にいいなって思ったものを買っておかないと手に入んないものだなとは思うのですがだからこそ理想のこういうのがいいなっていうのを持っておくと それに出会えた時にパッと変えるんじゃないかなと思うので私も一応ここで話しておこうと思います先月あの手染め糸祭りをした時にえっと単色の毛糸もとても楽しかったんですね単色なのに色があこうね単色例えば一色なのにちょっとこう色がちょっと変わっているっていうのの濃いめのやつとか 楽しかったですだからそういうのがあったら買ってみたいですで、えっとねオレンジとか赤とか水色とかそういう色はしたのでもっと今度は濃い色あでもねなんか緑みたいな濃い色は編んだことあるんだよななんかこう違う色茶色とか普段こう茶色とかをね使いこなせてないので茶色の手染め糸のなんか単色の ものとかあったら面白いなって思うしあと一段交代に色が変わるものもありましたよねで、それのこうもっとずれてるバージョンえどっちだったらいいんだろうえー、まあ、一周よりも長ければいいのか短ければいいのかは分かんないんですけどよく靴下で虎柄、えー、みたいな感じでゾザザザザザザ,ザ,ザ,ザって これもそうかな。こんな感じ。ちょっとずれる感じ。ここに黒が集まってて、こっちに白が集まってるみたいな感じに偶然なるような靴下の柄があったらいいなってでもこれは本当にただの理想ですね。なんかどうやって染めたらそうなるかも今想像もつかずに言ってるので、なんか自分ながらにひどいなって思いました。<laughs> あとこう、日本の手染め糸。まあ海外のをそんなに知ってるわけでもないけど、 はのいいところはこう繊細な色使いでも元の糸もすごいいいしねあのなんだろう薄さの中にちゃんとグラデーションとかプツプツとかが入ってるのがいいなって思うのでグラデーションプラスプツプツのこうリズムが違うプツプツうわあほんとわがまま言ってる <laughs> こんなのが見てみたいななんて思ってはいます。 これもコメントなんですが、とっても嬉しいコメントをいっぱい言いたいと思います。全部を動画を見ましたという方がいらっしゃって、いやーすごいなって思いました。毎日1個は、ま、うん、あげてて、今1089とかなんかそんな感じぐらいあるのに、全部見たってすごいですよね。で、なんか、あ、あと全部撮影、1つの靴下を編んでいる、あまあ、2つか。 を同時編みしてるのを2つじゃなかったか1つだったかなんか10時間ぐらい9時間ぐらいの全部撮影を何度も見ていますという方とかでその中でまあ雑談で「皆さんの安全基地になりたいです」みたいな話をしているところでいつも泣けますみたいな「よく見てくださってるな」って思ってとっても頭が下がります。で その動画を見て、初めて靴下を編めるようになりましたっていう方もいて、なんかこう YouTube を始める前は、私はせっかちなので、なんかやり方だけ説明してる動画とかの方が好きだったんですね。でも、こんな風にね、雑談を聞いてもらえることがあるんだなとか、全部を見たい方もいらっしゃるんだなって、なんかこう、 よく全部見てくださるなと思って、すごいやってみないとわかんないものだなと思うし、実はこんな話をしてるのも、なんと2020年4月19日にこの YouTube をスタートしたので、あと3日後、これが放送される3日後、今4月16日のラジオを撮ってるので、2は3年になります。 三周年。<laughs> いやー、こんなに続くとは。いや、最初は、ほんと YouTube 遊びっていうか、まあ、コロナ禍でお家にいなきゃなんなくて、ずっとテニスもしてたのに、そのテニスという趣味ができなくなっちゃって、じゃあもう一個の編み物の方をやるかと。で、それを、まあずっと靴下ばっかり編んでたので、それを YouTube に上げてみたらどうなるか。まあ友達がね、YouTube してて、あ そういういこと,もありかと思ってまあ最初は喋らずにこうやってスタートしたんですがこんなに続けようとかなんかそういう理想みたいなものが全然なかったのでいやー3年も続いたなとでなんか全然続けられそうな気もするのでずっと続けていきたいなってこう編み物と一緒ですよね何十回も何百回もこう続けていけたらなと思っています。 皆さん3年間ごご愛顧ありがとうございます。これからも頑張ります。<laughs> この間寝違えというか筋肉痛みたいになってんだろう背中から首にかけてがこうあなんかこれ長引くとやばそうだなみたいな雰囲気があったんですね。ね何日もかかることありますもんねなんか一晩でなったものでもね。 でもなんか湿布とかそういうんじゃなくてなんか直そうかなと思ってで、うん、気がついたのが首の位置ですよねついこう編んでる時って頭をこう下げて編んじゃっててあとスマホ見る時もね,ねでも首をまっすぐにして目だけをこう下げるようにしてちょっとこうドヤ顔みたいに見えるかもしれないんですけど <laughs> そういう風にして 編もうとすごく意識したり、あと、今、ちょっと背もたれによっかかっちゃってるけど、背もたれを使わないように、こう、できるだけ良い姿勢で、一番楽だったのが、立って編むのが楽だったんですよね。で、こう、外の景色を見ながら、あの、編み地を見ながらじゃなくて、そんな感じで、こう、編んで、こう、一日直そうとしました。あとね、えー、最近あったかくなってきたので、 お風呂に入っってなかったんですよねシャワーばっかりで終わらせてたのでお風呂にゆっくり使ってそしたら次の日こう軽くなってもう良くなったのですがであとねえー その首の位置をよく考えてこう生活してたから気がついたんですが、お風呂のね、髪を洗う時にも結構下向いてて、あー痛いなってなったので、できるだけまっすぐにしてそのまんまで洗えるかやってみたら、結構まあ顔とかかかって気にはなるけど、結構洗いました。あと、タオルドライをするときにずっと頭を下げてたんですが、よく考えたら美容室とかでもまあ、なんかケープみたいのかけてるけど、こう、 いいい姿勢のまままというかであの乾か乾しますよねタオルドライなのでどうせ体も拭くしと思ってまっすぐにして拭いたらすごくこう首の負担というかがなかったのでこんその後からは真上を,を向いて頭を下げないでこうタオルドライをしようかなと思いますあちなみに私はマイクロファイバーのなんか筒状になってるで先、うんとねこう涙型になってて先っちょに あのボタンがついててこっ,ちがルあ違うこっちがループで頭の後ろのとこにボタンがついてるものでこうバサッてかけてこうくるくるってターバンみたいにしてますそんなタオルを使っていますもうねあのヘアドネーションする頃くらいからずっと使ってるのでもう3枚で1組のものをこう変えつつこう使っています すごい生持ちなのでまあ今はボブなんですけどボブででも使いいやすいですあーそのなんだっけ寝違えた時に気がついたんですけどあとね私多分歯を食いしばったりもしてるなーって思ったのでやっぱりこう何かと口を開けるようにして。 ドライヤーするときもおっきな口を開け,開けてドライヤーで乾かすようにしてるんですけどでなんか噛みしめてるなって思ったので、うん、口を開けるように歯と歯は間を開けてそこに舌をちょっとこう入れるようにするといいって歯医者さんで言われたのでそんな風にしています。 この前、大谷翔平さんのメンタルの強さみたいな動画を見たので、ちょっとこれも概要欄に貼っておきたいのですが、もう何もかもがすごくて、でも、どうにか真似をできるところがあるんじゃないかなって思って、で、ちょっとこう、心に残ったセリフを何個かご紹介したいと思います。やったことが正解っていうのがあって、なんか、 二刀流反対されたりどっちかにしなさいみたいなことを言われたりしたことがあったみたいででもどっちを選ぶかじゃなくて自分がやったことが正解になるように自分で動けばいいとでそれって編み物もなんかこう通じるところがあって私はそんなにこう知識も、えー、技術もあるわけじゃないから自分で こう編むって今回はこう編むって決めたらもうやってみるしかない編んでみるしかないからでそれが正解になるようにいろんな技を使ってやってみるまあ踊いてもう一回新しい方法でやってそれが正解でもいいしでもどっちにしろやったことが正解になるように動けばずっと、うん、正解ってなんか何かよく分かんないけどでもそんな風にできるんじゃないかなってそういうところをまねっこできるんじゃないかなって 思いました,や,や,ったが正解やったことが正解です。あと「成果」っていうのは、うんとね、成功のせいに結果のかが自分ができることで結果は、えー、と勝利という感じかなチームの勝利、えー、とねでも大谷翔平さんは 自分でできること、成果だけに集中してて、まあ結果は勝てたらそりゃすごく嬉しいけど、でも結果は後からついてくるものであって、だからいつでも成果に自分でができることに集中してる。私もそうしたいなと。まあ何が、何が結果になるかわかんないんですけどね。これは多分エンジェルスのことかななんて思います。 で僕の才能は伸び、伸び幅だそうです。伸びしろじゃなくて伸び幅なんだってね。えっ、ー、と、なんか、僕に才能があるとしたら、それは、これからの伸び幅があるってこと。まだ頂点じゃないから、まだまだやることが、やれることがあるということすごいなって思いました。いや私は、私に才能があるとしたら、編み続ける時間があるということ。 えっと、仕事もしてないし、まあ、家事も適当、<laughs> 家事をほとんどしてないので、編み続けられる時間があるということ、だからそれを使っていっぱい楽しいことをして、楽しいことこんなにありますよって紹介するのが、私の強みというか、じゃないかなって思うので、まあ、伸び幅がいっぱいあるのはわかるんですけど、私も。<laughs> でも、その伸び幅を伸びれるかどうか、成長できるかどうかはちょっと自信ないので、 自分の強みは何だろうかって思いました。いや、大谷翔平さんね、もういろいろ恵まれてるところあるんじゃないかなって思うんだけど、才能とか、あ、才能って、才能は何かって聞かれてるのに、才能って言ったらおかしいですよね。体格とか、なんだっけ、関節が柔らかいとか言ってたかな。で、例えばサッカーのリフティングとかしてもうまいくらい、多分運動神経がすごいんですよね。でもそこじゃないんだっていうところ。 伸び幅って言うってことは、努力をしますよって自分で約束してるようなものじゃないですか、人に言うってことは。いや、だからね、そこがすごいなって思います。謙虚というか、やっぱりこう自分ができることだけに集中してる人が言えるセリフかなって思います。最後にね、大谷選手は、 成績よりも、自分が気分、気分よ、自分の気分の方が大事というか、今日気持ちよく打てたなとか、今日気分よか、よく投げれたなみたいなことの方が大事らしくって、やっぱり、えー、仕事、野球、趣味、野球ってことですよね。<laughs> 野球を楽しむためにやっているみたいな。だから、まあ成績も大事だけど、気持ち、自分の気持ち、今日どう思ったか、 気分も大事。なので、私もまねっこして。心地よく編めたかどうかに集中して編もうかなと思います。なんかこう。難しいのに挑戦したり。するのも大事だし。まあ。お遊び <laughs>。するのも大事なんだけど。何よりも自分が面白いなって楽しいなって思うの。 で本当に楽しかったかどうかどうしたら自分はそうやって楽しめるのかっていうのを考えて編んでいきたいなと結局なんか大谷選手と比べて私は自分を甘やかす方にい <laughs> ってるなとは思うんですがちょっと大谷選手のメンタルについて見て思ったことでした。 今日はちょっと野球の話をたくさんするな。えっとね、星野くんの二塁打っていう話をしたいと思います。この間、ABEMA プライムっていうので、3日間ぐらいかな。えっと、星野くんの二塁打っていう道徳の教科書に書いてあるのが、来年からかななくなると。で、それについてどう思うかみたいな議論を3日間ぐらいしてたんですが、なんだっけ、星野くんっていう子が、 監督にバントをしてしなさいと言われてでも打てそうな気がするんで打ってもいいですかって言って「いやダメだ従えてくれ」って言ったんだけどでも星野君は打ってそしたらそれが二塁打になってその後勝つことができた。ででも次の日監督にえっとでもこういうサインをしたのにまあ結果的に勝利につながったけれどもサインをしたのに。 それに従わなかったことでそれは何だろう野球部という組織をこれからうまくいかせるのには良くないので、えー、と次の日には試合を出さないという結論に至ったというところで終わってでそこからどうすればいいかみたいなのを話し合うみたいなのが道徳にあったらしいんですよ。なんとなく私も覚えてるんですけど。うんで そういう話し合いがね、私大好きだったんですよね。えっ、ー、と、大学もゼミでこう話し合うみたいな、ディベートをするっていうゼミだったんですよ。ちょっと面白いですよね。週に一回ね、水曜日だったかな。最後の授業かな。水曜日の最後に集まってみんなで、な簡単なことで言ったら、例えば夏は、 スイカなのか、メロンか、どっちがいいか、みたいなので。で、でもくじを引いて、スイカって出たら、スイカのことを言わなきゃいけない。私はスイカが好きかどうかじゃなくて。ね、で、ジャッジする人もいて、ああ、こっちの意見の方がなんかこう納得いきました、みたいな話。まあ、要は人を説得する方法で、自分でこう、そのための理由を、こう出す、出すという、ちょっとそれは違うか、道徳とは違うけど、 とか、まあ、死刑制度はあっていいのかどうかみたいな真面目なね、資料とかもこう集めて、それでこう話し合うっていうのとかもあったけど、話し合う、あの、就職試験とかもあるじゃないですか。そういうの大好きなんですよね。なんか10人くらい集まって30分ぐらい話し合ってくださいみたいな試験とかがあって、で、まあ、毎年それを受けてたので <laughs>、なんかまあ、得意にならざるを得なかったというか、 そういう時にはあまりいっぱい発言してもダメだし、えー、発言しなくてもダメなのでまあ30分なら3回にしようと。でそしたら一番最初にまず言うと緊張がほぐれるから一番最初に言ってみるまあ緊張するんですけどでも雰囲気を作ることもできるしたたき台としての意見を出すっていうのはその意見がいいかどうかにもかかわらずなんかこう話を進めることができるのであの まず言ってみるとか、なんかそんなのをね、楽しんでやってたなと思って、激しいですね、次郎ところがちょっと喧嘩しております。えー、っと、ちょっと心配ですが <laughs>、これを撮っておきたいと思います。編み物ラジオを撮りたいと思います。その星野くんの二塁打の話も、 そのアベマプライムの動画も見て思ったんですが、うん、もう正しいとか、正しいっていうのは一つじゃなくって、で、自分がその状況になったらどうするか、みたいな話とか、で、みんなはどうすればよかったか、監督はどうすればよかったか、私が監督だったら、ああその指示が間違ってたかなとかって、こう反省すると思うんですけど、で、私が星野くんだったら多分打たない。 二しないでバンとしたような気もするでも野球ってそういうスポーツなのかどうかまあでもそうやってこう正しいかどうか分かんないけどみんなで話し合うで自分の意見をちゃんと言えるででも相手の意見がそうだなって思ったらその通りにするっていうのとか全部それもすべてこう道徳の一つねいろいろ話し合ってみるっていうものなんだろうなと思うんですけど。 私が子供の時に話し合いでちょっと覚えていることが一つあってえっとちっちゃい小学校だったので複式学級だったんですね複式学級っていうのは例えば2年生と3年生が同じ教室で学んでで担任の先生が一人しかいないので例えば国語をこっちは音読してて先生がいない状態で音読しててで片っぽが授業しててで 授業の途中でこう変わって、先生が今度こっちに来てでこっちが音読したり漢字練習したりするみたいな感じで、一つの教室で二つの学年が学ぶんですね。なので、上の学年のを見れたり、まあ、下の子たちをこう面倒見れたりして、すごく楽しいんですが、道徳の時間じゃないな。あ、国語の時間だ。で、太郎コオロギみたいな。 確かその2、3年、三年生だったと思うんですけど、太郎コオロギみたいな題の国語の教材があって、太郎は優しかったのだろうか、優しくなかったのだろうか、みたいなのを2年生と話し合うみたいな感じで、えっと、こうだと思います、こうだと思います、みたいなのに2つに分かれて話し合ってて、で、最後の方に、私は太郎は優しいと思う、みたいな。 結論でこう話してたんですが最後の最後授業のチャイムが鳴る直前にじゃあつあのこっちに移る人は移ってみたいな感じで結論をいや全部出なかったのかなでその瞬間ね私以外が全員ね太郎は優しくないの方に行っちゃってねあ <laughs> <laughs> 一人になったって終わったっていうねチャイムが鳴ってでちょっと後から23日後から あの時私だけた、眉みだけ立たなかったよね、みたいに言われて、腐ってきたっていうね。いや、だから、うん、怒りはしなかったけど、腐ってきたっていうのを覚えています。いや、いこ地になってたかもしれないんですけどね。いや、なんで優しくないっていう結論の方に行ったのかも全然覚えてないのですが、そんなのがありましたね。でもあんまりね、話し合う機会が、まあ、ないような気もするので、そういう、 話し合う機会って必要ですよねなんか日本人あんまり得意じゃない感じがします海外の人の方が自分の気持ちをはっきり言えたりしそうな気がします星野くんの二類だのお話でした次は3歳児の乾杯結婚式の乾杯っていうほっこりした動画をこれも概要欄に貼っておきますね今日か概要欄に貼っとくのいっぱいあるね。えっ、ー、と おばいっこの子が3歳の子がえっとおばさんをの結婚式に、えー、喜ばせるために乾杯の温度をとってて <laughs>「結婚おめでとうございます」おめでとゃんおめでとうございます」「宣鋭中ではございますが挨拶させていただきます」みたいな <laughs> しっかりした挨拶をちゃんとタキシードみたいな格好をして言っててすごいす。 すごい素敵でみんな乾杯もねもう <laughs> あのすごいほっこりした動画ですなんかちょっと心がすさんだ時とかで見るとすごく癒されると思うのでなんか後で見るかお気に入りかなんかに入れておくといいのではないかなと思います私も何回も見てしまいましたとっても可愛らしいなと思いますこの間の 編み物ラジオのプレミア公開の時に何でしたっけあ、編み物が好きすぎて3時までしてしまいましたとかでも次の日はあの6時からの私の編み物ラジオに忍者猫さんだったかな来てくださっててすごいなって思ったたった3時間しか寝てないんかーいって思ってであと何でしたっけあ、お風呂に あ編み物が楽しすぎてお風呂に入る時間がどんどん遅くなるっていう話とかも聞いてそうですよね夜中にお風呂入んのちょっと怖いですよね <laughs> であの編み廃人にならないためにっていうのをちょっと考えてみました編み物中毒で、ま、編み物が楽しいのはいいことなんですよでも生活がなりゆかなくなると後で編み物のことを嫌いになってしまいそうで 自分に禁止してしまいそうで、それが嫌なので、ちょっと考えてみました。私はいつも、まあ、常に編んでるのが普通。編むのが先で、他にご飯食べるとかお風呂に入るが二の次、あ二の次っていうかそっちが主メインではないので、なんかこう、アラームをかけています。私のアラーム結構いっぱいあるんだよな。えっと、日曜日の朝5時50分に、 アラームが鳴るようにしててそしてまあお湯を沸かしてえっ、ー、と布団に戻ってきて皆さんとプレミア公開でチャットするために5時50分にセットしていますあとは朝起きる時間はセットしてなくてまあたい6時ぐらいにまあその前くらいに目が覚めたりしますであとえっ、ー、と9時と1時と4時40分これは えっと、ジロゴロたちを散歩に連れていく時間です。えっ、ー、と、アラームのマークに犬を2つこう書いてて <laughs>、えー、それが鳴ったら、アラームが鳴ったらね、一目も編まずに途中でもこう置いていくっていうことにしています。だって、ここまで編んだら、ここまで編んだらって言ったら、もうその時間過ぎちゃうってわかってるから、編み物が楽しいから、<laughs> どこ、どこでもやめれないからって知ってるから。<laughs> なので、えーと、アラームが鳴ったらすぐ行くためにアラームをかけている。で早く終わらせて帰ってきてまあ散歩は早くは終わんないけどお風呂とかもできるだけあお風呂は8時って決めてて8時のチャ,イムチャイムが鳴ったらいやアラームが鳴ったらお風呂に行ってで、髪を乾かして戻ってきたら編めるみたいな感じで。 お風呂の作業を早くすればするほどたくさん編める。あとね、寝る時もそうで、早く寝れば寝るほど次の日の朝早く起きて編める。で寝不足になると、まあその日しかする時間がないっていう方がほとんどだと思うから、これは全然参考にならないんじゃないかなと思うけど、私みたいにこうね、 編む時間が多いいっっていう方ばっかりそ,そうじゃない方の方がたくさんいらっしゃるから全然参考にならないかもしれませんがでも寝不足って次の日編むとすごい集中力が削がれるし間違いだらけだったり、うん、すごく後悔することになるのでどっちかっていうと私はいつもの時間に寝て10時くらいには寝てで次の日の朝早く起きて朝早く起きちゃう時もあるけどでもその時編んだ方がまだ いいので寝不足にならないようにとアラームをかけて生活していますこれでちょっとはこう編み物中毒を防げるのじゃないかなと思いますいつも見ている YouTube でマリンヌさんという方がいて何かこう 歴史の話とか、ちょっとこう、怖い話とかもいっぱいあるんですが、それは抜いてこう見てるんですね。で、マリンヌさん、イギリスに住んでらっしゃる方で、で、なんと、王立刺繍学校に行ってきましたという動画が上がっていて、びっくりしました。手芸される方だと思ってなかったので、うん、なんか、 パンケーキ祭り行ってきたとか、そんな感じの人だったので、えー、って思って見たんですね。そしたら、なんと、イギリスの宮殿あ、うんとね、何宮殿だったかなハッフルパフじゃないそれは <laughs>、ハリーポッターだ。なんか、忘れましたが、宮殿のところで、えっ、ー、と、王立の刺繍学校の 先生が、なんと日本人の方が二人もいらっしゃって、日本語でこ、あの、するという授業があったらしくて、あともう一回ぐらい夏にするみたいなんですが、それに行ってきたということでした。でね、すごい細かくて、特に見てほしいのが、その講師の先生の羊です。もう細かい。もう本当の羊みたいに、で、ポコッとこう出っ張ってて。 あで色を混ぜると。で、針が細い。ね、あの刺繍糸をね、いつも6本取りで私は編んだりしてる私からすると、1本でちゃんと針に刺してこう刺繍するなんて気の遠くなる作業。で、その宮殿、ハンプシャーじゃないしね。<laughs> いや、ま、名前が出てこなそう。その宮殿をね、刺の刺繍するときに、1個1個こう。 だーって並んでって、こう、塔みたい、塔じゃないか、こう、仕切り、仕切りみたいなところ、茶色いところも茶色い色でするんじゃなくて、いろんな色を混ぜて、ロングショートステッチとか言ってたかな。アンナスさんとかも見てるんですよね、私。<laughs> 全然刺繍できないけど、ものができていく様子を見るのが好き。あとパンチングニードルのね、方とか見るの好きなんですよね。で、その方々が、えっ、ー、と、まあ、 刺繍教室の先生をしてるだけじゃなくて何かあったら、あの、刺繍をすると。なんとキャサリン妃のウェディングのベールとかドレスとかベルトとかの刺繍もやったことがあるんだそうです。すごいですよね。さすがイギリスってそういう人をもう雇うんだなって思って。 しかもそれに日本の方が、日本人が二人も選ばれてるってことはすごく栄誉のこと。やっぱり手先が器用なんだなって思いました。なんかこう、桜田ファミリアの彫刻を作ってる方に、えっと、日本人の方、殿崎さんだったのかな <laughs> っていう方がいらっしゃるっていうのと同じくらいすごく誇らしげだなって思いました。なんか今日は喋りすぎてないかな。<laughs> ね この間、夜に、なんと、このメジャーが、歯が抜けましたショックあの、もう破けてるなって思ってたんですよ、ここが。あ、ピントが合わない。ここが。 破けてるなって思って、で、セロハンテープでしか重なってなくて、で、今は2枚重ねにセロハンテープしてるんですけど、結局セロハンテープの粘着質だから多分取れてしまうと思います。刃がズボって抜けて、これが中に入っちゃって取れなくなったので、あんまりこう、ピャーってこう、かっこよくね、シャーってしまうのをやめようかなと思います。ここら辺でやめといています。で、月に1回このセロハンテープを貼り替えようかなと思っています。 これもね、姉からもらったのに、こんなすぐに壊してしまうとはショックでした。一応メジャーの方は新しいのを注文はしてるんですが、これも大事に使っていきたいと思います。セラハンテープが持つといいなと思います。メジャーないとね、何も編めないというか、大変ですよね。ちょっとこの後怖い話をします。うちの家に何かいます。<laughs> うちの部屋の2階あ、私は2階なんですが、の部屋なんですが、の天井に何かいると思います。なんか前はネズミかなって思った時があったんですが、いや田舎なので結構そういうことはあるんですね。で、あのネズミがベタってつくやつを置いておいて、でそれにあの漏れなく自分が引っかかるっていうのがあるあるだと思うんですけど。いや、ネズミだったらタタタタ。たたたた で集まってるし何匹かいるっていうのだから分かるんですけど、ネズミじゃないと思うんですね。足音が、ミシ、ミシ、ミシ,み,シみたいな感じで、一本が大きいんですよ。なので、鳥じゃないかなとか思うんですけど、でも何か分からず、し,しかも人声も鳴かないんですね。で、ああ、いるなーって結構大っぴらに音を立てて歩くんですよ。この間、午前中とかにいて、で、 私が YouTube こう見たりこうやって撮影したりしててもなんかミシッミシッって歩いててでしかも怖いことに父親を呼んだり母親を呼んだりして「いるでしょここに」っていう言うんだけど私にしか聞こえないっていう <laughs>「いやこれどうしようユーフレだったらどうしよう」って思ってるんですけど両親耳が悪くなったのか私が敏感すぎるのかなんか。 いや、本当はいないのかっていうね。<laughs> 怖い話なんですけど。で、えっと、この間、店長を直してもらうっていうので、業者さんの人に来てもらって、見てもらう機会があったので、いや、なんかいると思うから、なんかフンとかないかどうか、見てもらえると思うけどなーって言って、私その時いなかったんですね。で、終わってきてから、終わって聞いてみたら、別に何も言われなかったからね。で、今、 天井裏に登るんじゃなくて、なんかこう、カメラみたいなので、なんだろう、棒とかかの、こう、カメラみたいなので写したら何もなかったみたいだよ、みたいな感じで言ってたから、いや、<laughs> ちょっと怖いです。何がい,いるのかいや。私の中で大きな鳥、しかも最近すごい声のいい鳥がいるので、あの子がうちに来てるんじゃないかなと、この間雪が降って暴風の時にも、 なんか、板っぽかったし、これは雨の音じゃないって母が言うんだけど、うん、<laughs> 何かいます。うちの天井に何かいます。な何かはわかりませんで。その日だったかな。あの、雪が降った日があったんですね。まだ雪降るんかいって、で、桜が咲くか咲かないかとか言ってる時に雪が降って、で、窓開けた時に、えって言っちゃいました <laughs>。 いや、降るって言ってたんですけど、でも降らないだろうなって思ってたんですよね。で、なんだっけ、東北の仙台の方かなは雪の上に、あ、桜の上に雪が積もったみたいな。で、風で散ってしまったみたいな悲しい事実ですね。うちはまだ咲いてないので、よかったのですが、そろそろ咲くかなこのラジオが公開されてる日くらいには咲きるかなで、その、 あ日雪が降った日の朝に、朝、すごい頭痛がしたんですね。で、なんか胃が痛かったり、なんかこう寒気がしたりして、ね、もうコロナはやったし、コロナじゃないだろうな、インフルエンザかな、とかって思って、こう熱を測ったら、なんかこう、結構あって、あれコロナでも熱がなかったのに、とか思って、一日ちょっと具合が悪かったんですよね。で、なんか気圧の変化で、 頭が痛くなるっていう人がいるっていうのを聞いてたしいやそういうのかなと思うんですがまあ結局こう理由がわからないのですがちょっとこう胃の調子が悪かったのでご飯をあんまりこう食べ過ぎまあそのピーナッツバターを食べ過ぎたんじゃないかなって思ってピーナッツバター食べ過ぎとか中毒とかなんかこう調べてみたんですが何も出てこなかったんですがね。でそここからちょっとあんまりこう 大食いをしないようにしようと思って、昨日ちょっとお昼を抜いてみたんですね。で、そしたらこうスッキリして、まあ、熱も、まあ前にもらってたカロナールを一錠飲んで頭をい痛いのも治ったし、風邪薬も飲んで、次の日の朝は、あ、カロナールと風邪薬は別々の時間に飲みましたからね。次の日の朝にはスッキリしてて、で、で、お昼ご飯を抜いたらまあスッキリして、 ちゃんとお腹も空いた状態でご飯を食べることができてよかったです。なんか、20時間ぐらい食べないダイエットみたいな。ダイエットじゃないけど。うん。なんかこう、薬ばっかりに頼るよりも、なんか食べないことに治るかもしれないと思って、一応試してみようと思ってやってみました。でただでさえこう、朝ご飯を食べないので、16時間ダイエットみたいな状態なんですが、 それでもなんかこうあまり食べすぎる時にはそんな風にしています。確か去年の11月くらいになんかお腹が減らないみたいな胃がおかしくなっててでその時もお昼をちょっとな1週間ぐらいかな抜かしてみてでそしたら調子が戻ってきたのでもう今日はもう食べようと思います。なので1日だけでしたがちょっと20時間ダイエットをしてみました。 今はもう頭痛も寒気もなく熱もなく元気ですこの間毛糸のパンツを編んだ動画をまた上げたのですがよく聞かれるのは直接履いてるんですかっていう話ですあんま恥ずかしい話なんですが直接履いていますで当て布とかしてないんですかっていうんですけど、まあ、気になる方い,いっぱいいらっしゃるかもしれませんが 私は結構鈍感な方なのかそんなにピッッチリピタッと当たっているものなのかなとは思うんですけどもともと絹のあのショーツを買ってたんですね結構高いんですよね一番安いのを買っても結構高いのであれなんですがで破けやすいうんそこもね持ちが悪いで結構年間何枚も買ってこう置いといて置いてるんですがもし編んだ編めるなら いいなって思って思で履き心地はすごく安心感みたいな感じでででえっ、ー、とネットにも入れずに <laughs> 洗っていますがどっちかっていうとあの最初に編んだ方絹が入ってる、えー、と手染イ糸のピンクの方はちょっとこう膨らんでいった。 感じです。でも、すり落ちないようにレギンスを上から重ねて履いていますで。そっちの方にゴムを入れてみようかなと思っています。で、もう片方のシルコット麺それって麺らしいですね。シルクが入ってるわけじゃなかった。<laughs> でも、ガンガン洗えるって書いて、言って、何コメントで教えてくださった方がいて、よかったと思いました。<laughs> それは、ちょうどいい感じで、 なんだろう安心、やっぱそれも安心感があって最高です。ね。長さとか高さなんかで、ね、1枚目の方はすごいおへそまで隠れてて、あの、それもいいっちゃいいんですけど、冬はちょっといいけど、夏には合わないかなっていう感じなので、2枚目に作ったやつの方がいいかな。高さ的におへそが見えて。で、えっ、ー、と、 ボロくもならずに洗濯してもねで6五くらいで編んでも透けないって言ってたので6五くらいで編んで,でそしたら最高にフィットするものができるんじゃないかなとでもうちょっとちっちゃく作って 50g で編めるようになったら1玉で2つそしたら絹の、えー、とショーツを買うよりも絶対安いって思って。 一生編めるものが、<laughs> 靴下だけじゃなくてパンツもってなったらいいなと思いますあ。この間、あのコメントで、ブラも編めたらこれで下着買わなくて済みますねって言ってましたね。<laughs> なんかブラはね、えっと、かき針でいっぱい編んでる方が海外にいらっしゃるんですよね。でもね、ブ,ブラは編まないと思います。<laughs> ブラも高いんですよね。ブラも絹にしてるので。うん 棒針は、そう、よりかぎ針の方がいいような気がします。最後に、花粉症の話をしておきたいと思います。私は花粉症になったのは、うーん、20代の頃かな。でも、もともと、なんかこう、アレルギー性鼻炎というか、ハウスダストでくしゃみが止まらなくなるっていうのが高校生ぐらいにはあったんですね。ね、でも、花粉でくしゃみになったのは、その、 多分20代後半ぐらいでその頃からこうああこの鼻水すごいさーって出たりくしゃみが止まらなかったり朝起きてなるとかだから花粉浴びてる時じゃないのにみたいなであと目がかゆい目をこう取り出して洗ったりとか書いてみたいみたいな <laughs> 花粉症の方なら分かってくださると思うんですけどでこの間ロザンの楽屋を見たら は、歯が痛くて、すがちゃんがね、歯が痛くて歯医者さんに行ったら、それは花粉症じゃないかなって言われたって言うんですよね。え、花粉症で歯が痛くなるって思うんですけど、<laughs> どういうことやねんってね、思うんですけど。えっ、ー、と、花粉症でその鼻水がなんかこう、鼻の奥の方に溜まる、歯の方、なんだろう、歯茎の方とかに溜まって痛くなる人がいるんだそうです。 花粉症もそこまで来たかと思って、いやー恐ろしいと思いました。で、なんと今年は東北はね、花粉が少ないそうなので、実はそんなに症状が出てなくって、まあ、何日間かぐらい薬を飲んだぐらいかな。で、貯めて買ってあって、で、毎年2月か3月に、 2月か3月に症状が出るのが花粉症ってこの間見てて、でも青森は4月にしか出てこないけどなって思って、3月の末にあの花粉症のを3箱揃えておくっていうふうに自分にこうカレンダーにこうつけてるんですけど、Google のカレンダーにこう。そしたら、 今は一箱しかないけど全然飲む機会がなくてで飲むとね喉が渇くので本当に鼻水が出てきた時だけ飲もうと思ってたらほとんどもう今もほら鼻水も出てないしくしゃみもないし目もかゆくなくって耐えられています素晴らしいラッキー今年は東北ラッキーです最後にこの間の昭和8年の,あの家庭科の教科書を使った 靴下の着画が届いたので、えー、とちょっとねインスタの仕様が変わったのか保存できなかったのでスクリーンショットになりますが荒い画像になるかもしれませんがどうぞご覧ください。ということで今日も編み物ラジオのおかげでここのまっすぐの部分11段が終了しましたありがとうございます。皆さん最後までお聴きくださりどうもありがとうございました。 これからもどうぞよろししくお願いまます。また次の動画でお会いしましまょう。この方たくさん着画を送ってくださって裏返しにして履いてくださったりしてあこの右側のところちょっと穴っぽいのが気になるのでやっぱりこの編み方はダブル目をしなきゃなと思います。でこの長さが気に入ってくださってるそうです。たくさん履いていただけると嬉しいです。 ということで今日も編み物ラジオのおかげでここのまっすぐの部分11段が終了しました。ありがとうございます。皆さん最後までお聴きくださりどうもありがとうございました。これからもどうぞよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。